森本香る6月4日から1946年10月6日は日本の劇作家、演出家、翻訳家。代表作として女の一生や花々しき一族などがある。1912年大阪府西成郡中津町下三番に生まれる。中津第二人情小学校、旧西北の中学校を経て第三高等学校門下へと進んだ。 参考在学中は、ノエル・カワードや、サマセット・モームなどのヨーロッパ近代儀曲を読み吹けて過ごし、1932年には、諸女作となる一幕ものの儀曲、ダムにて、を発表している。参考卒業後、京都帝国大学文学部へ文化に進んだ、森本は入学から時を経ずして、胸部疾患のために療養生活を余儀なくされた。 大学在学中は、京都にあった劇団エランビタールに参加し、作家や演出家として、当時はまた、俳優としても活動したという。森本が、タミヤ・トラヒコラと相関した、同人誌、部屋に執筆した、一家風が、1934年に、小山雄氏と田中近男の目に入り、雑誌、新市長に発表した、我が家は、岩田富夫の演出により、築地座で初演され、 森本は劇作家としての地方を固めた。また、同年執筆の見事な女は岩田の関心を呼び起こし、後に文学座第一回公演で支援と称して上演され、進撃界に新たな鼓動を生んだ。1935年には岸田国師の訓導を受け、門で花々式一族を、また翌年には各手新年は、 衣装などの基地に富んだ心理描写に優れた作品を続けて発表し脚光を浴びた。1937年、京都帝大を卒業し、翌1938年には女優の吉川和子と結婚して上京した。この頃には、進撃用の退屈な時間のほか、ラジオドラマの台本や映画シナリオなども手掛け、放送劇においても、バラや、 生まれた土地などの家作を生んでいる。1940年に岩田に押され文学座に参加する。日本の有事職と言論、表現の統制がますます厳しくなったことや、後日の森本自身の健康問題のせいもあり、短期間に終わったものの1940年代の文学座の中高に貢献したと言える多くの仕事を残した。文学座では、ソーントンワイルダー、 我が町の翻訳、勤労届けで、怒涛、女の一生、作、1945年4月初演等で新境地を開いた。私生活では再退していたが、文学座の同僚であった杉村との不倫関係が、生じ、森本の正居まで関係が続いたとされる。将来を有望視されたが、戦時中に大学時代より発症していた、肺結核が再発、進行し、 終戦を挟み闘病も病気に勝てず1946年10月6日に京都で創生した。去年34であった。墓所は京都市上京区の上岸寺にある。生誕地に近い大阪市北区中津二丁目の中津公園内には女の一生の一節が刻まれた森本香る文学碑が混流されている。2008年に森本の長男から 森本愛用の遺品や自筆原稿、書簡などの資料が大阪大学へ寄贈された。女の一生は森本の絶筆となった作品で恋人でもあった女優の杉村春子のために書いたものとされる。初演は空襲の感激を縫うように渋谷東横映画劇場で上演された。戦後の1946年に初演台本の プロローグとエピローグを病床の森本が戦後版へ改訂し、森本が没した翌月に再演された。初演からその後の台本改訂について、井上理恵、森本香る、女の一生論の詳細な研究がある。主役の布引き契約を演じた杉村は、戦後初の日本芸術印象を受賞した。この作品は、杉村主演で回の上演回数を誇り、 杉村氏巨語は、平良江、昇由紀、山本育子らを主演に推し上演、文学座史上最多公演数を誇る、文学座を代表するヒット作品となり、森本の名を残すものともなった。文学座以外の上演としては、犬一郎の演出や補欠により、劇団新派が並の栗子主演で2009年と2011年に、ドナルカ・パッカーンが、内田里美主演で2019年に、 小竹が大竹しのぶ主演で2020年に上演している。また、旧ソ連、中国でも翻訳上演されている。ありがとうございます。